こんばんは。目が疲れた。携帯見すぎた。こんばんは。寒いね。携帯と本見すぎた。あさって行くわ。お、あさってリリベ。あさってはとうとう10枚目シングルの発売日ですね。なんかまだ発売されてなかったんだっていう感じですよね。もう発売しててもおかしくない。パネル買ったよ、ありがとうございます。パネルは来週の11月20日の月曜日まで受け付けてます。 A3 パネルが今回のシングルも販売されるのでお願いします。こんばんは。なんかいろんなイベントが発表されたよね。スペイベが発表されたり、リリーベが発表されたり、クリスマスコンサートが発表されたり。今年の秋と冬はみんなとたくさん思い出残せそうで楽しみです。ドゥル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 。で、スペイベはさっきの8時に発表されたかな。スペシャルプレゼント応募試作開催決定、10枚目シングル「君は何を後悔するのか」毎回毎シングルあるスペイベですね。前回はボーリング大会をみんなでしましたね。今回はバレンタイン直前お菓子作り体験ってことで、お菓子を作って完成したお菓子を
お召し上がりいただけます。私が作ってみんな参加してくれたみんなにプレゼントするの、ね、結構なんかリスク高くない？私が作ったお菓子をみんなに、何人？三、各メンバーと当選者3名の計4、あ、違うわ、これは違う、当選、各メンバー4名ご当選ってことは4人ですね。4人の方に私の手付けにお菓子を食べていただきます。え、うまく作れなかったら結構リスク高いんだけど。え、自信がないよ。うまく作れるかな。まずいものを食べさせてしまうか。トゥ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 、これそうだよね、私が作ったやつをさ、え、間違ってないよね、私が作ったやつを広島県某所2月11日私が下手に作っても当選された4名の方は美味しく食べてくださいね。応募締め切り来年の2024年の1月22日正午までだって、君は何を後悔するのか。私がお菓子食べる前にこの曲歌わないでね。今来た道何度も振り向いて、こんばんは、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる、あの判断あれでよかったのか、ちゃんちゃん、誰もみんな人生後悔だらけ、まあレシピ通り作れば大丈夫か。というわけで来年の2月11日の日曜日に広島某所で、当選者4名の方には私が作ったお菓子を召し上がっていただきます。今シングル10枚目シングルのスペイベだそうです。はい、皆さんどしどし応募お待ちしております。私のお菓子を食べたくない方は、食べたくない方、そしてあの君は何を後悔をするのかが少しでも頭をよぎった方はやめてください。後悔しない方は私のお菓子を食べに応募してください。私も頑張るよ、でも間違えないように。頑張るけんね。であとは何気にあのお話し会の再販もしているのでお待ちしてます。再販はね、いつの間にかやってるんですよ、いつもお話し会お願いします、お願いします。誰もみんな
後悔だらけ。パネルのことは言った。あとはクリスマスコンサートですね。クリスマスコンサートはどっちに出るか分かりません。12月の23日と12月の24日ですね。どっちに出るんだろうなっていう感じで、詳細を楽しみに待っていてください。はい、どっちなんだろうね。怒られてないよ。何も言われてない。バレてないもん。みんなにもバレてないもん。何にも怒られることしてない。私。何にもしてない。悪いことしてない。で、それから11月の25日はシガコレクションが、シガアイドルコレクションっていうフェスがあって、でその次の日が尼崎でリリースイベントがあります。尼崎は関西の STU のファンの方にたくさん来ていただきたいです。広島までちょっと遠いなって思ってる方は、尼崎だったら来れると思うので、頑張って頑張って JR 阪神阪急何でもいいから使って来てください。でもキューズモールやったら JR の方が近いのかな。こんばんは。待って、今しょっぱいものがめっちゃ食べたくなった。広島遠征のせいで尼崎が近く感じる。なんかさ、私いつも思うんですよ。広島ってなんか近いようで遠いじゃないですか。だからなんか広島に来てくれてるのってすごいありがたいし、なんかそのお金で、そのお金をなんとか経費で落とせるようにしてほしいなって思います。なんかお仕事に紐付けて、経費に落として、でもそれぐらい本当に広島にいつも来てもらってるのがありがたいなって思います。はい、まあ、どうにか私を見に広島に来る際は経費で落とせるように頑張ってください。これからも応援してます。私たちは皆さんの遠征、広島遠征を応援しています。そんな感じで、そんな感じでいろいろとイベントやら何やらが決まっていますが、決まってますが、あと2ヶ月で2023年が終わってしまうという事実に私は驚きです。そしてこの現実に耐えられません。嘘だと言ってくれ。正気か、正気なのか。2023年があと2ヶ月、いやもう2ヶ月も切っている。正気なのか。その心
正気か。愛国生誕祭、愛国生誕祭は分かんないです。やるかどうか分かんないやるかどうか分かんないっていつになるか分かんないって。君は何を後悔するのか、今来た道何度も振り向いて。今年の生誕祭はいつかな。ポカリスエットの CM に出てきた人に似てる気がするけど思い出せない。ぬぐえよ。韓国語で誰ですか誰やろ。ポカリスエット、こんばんは。11月が折り返しになりそうですね。もう嫌かも。もう嫌かもしれない。11月が折り返しって嫌かも。トト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 ト。うんうん、すごい。もう少しでゲームの同盟戦力が2億6000万になりそうです。あーこんなにチワワ嬉しい、チワワ嬉しい、ありがとうございます。なんかすごい、みんなすごいね本当に提供魂がすごい。てて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 てトゥ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 提供魂ボイアスありがとうございます。はい、であの人数が今本当にありがたいことに定員が84人になって、で今申請されている方が1人いらっしゃるので、あの満員なんですよ。だからまた枠を増やしたいなって思ってて、なんかそれをね、なんか要塞で人数を増えさせることができるらしくって、でも要塞建てようとしたら、ね、同盟資源が足りませんってね、赤いマークがつくの数字に。だから資源が足りなくて建てられないんですよ、そうすぐに。だからまあみんなコツコツ資源の採集を頑張ってくださってると思うんですが、引き続き提供魂
営業魂を。見せてください。はい、でなんか一つ今日この配信で学びたいことがあって、そのね、要塞とか見張り台を建てようとした時に、その隣のさ自分の領地じゃないところがところに、ここの領地をちょっと私のものにしたいってなった時に、やっぱ戦わないといけないじゃん、他のチームと他人とさ。でそういう時ってさ、いきなり奇襲していいんですか、それともなんかこうタイミング合わせてやった方がいいのかなと思って。ラリーっていうのを押したらさ、みんなで他の他人他のところを攻撃できるっていうことになるのかな。なんか私が今したいことをちょっと言っておくと、なんかね、この水色の枠が私のね、この領地なんですけど、そう、戦わないようにしてたんですよ、この2週間ぐらい。でもね、この赤の方とこの緑の方とこの黄緑みたいな、もう一つこの3箇所を自分たちの領地にしたくて、この3つをね、まあ今ゲーム開いてくださってる方は見ていただきたいんですけど、これを自分たちのこの水色の領地にしたいってなったら、いきなり攻撃みたいな、これラリーとかさ、攻撃とか、してもいいのかなって思って。そう、下にね、なっちゃんの領地があるんだよね。こんな近かったっけって感じびっくりしちゃう。偵察で防衛の人少なかったら守ってなってたりしなければ、ラリーなしでも。ちなみにさ、攻撃とラリーって何の違いがあるんですかね。偵察は見学っていうかさ、なんか様子を見に行くっていうのは分かるけど、ラリーと攻撃って、攻撃の方が本当に襲撃してる感じなのかな。ラリーってなんかおいおいってちょっかいかけるってことこれの違いが分からなくて、っていうかそれをやっていいのかなって思って、なんか私は最後まで戦わないように過ごしてたんだけど、攻撃は一人、ラリーは集団攻撃。あ、そういうこと。あ、じゃあ攻撃は私一人がいきなりわーって言ってるだけで、ラリーはもうみんなで行くぞみたいな感じってことね。なるほどね。じゃあ私今からさ、この CSVN さんをさ
ちょっとちょっと攻撃してみようかなって。なんか本当に戦わずこの期間を終えたいなって思ってたの。そんな激しいことをして、なんか領地広げるとかしない方がいいのかなって思ったけど、なんか他の同盟もやってる？じゃあさ、これさ、やっていいよね。多分、もうその時が来たってことだよね。まあ攻撃したり邪魔されなければ放置でいいと。そうなんですよね。別にここになんか同盟の資源のさ、あれが資源スポットなんだろう、あれなんだこれ、資源のさ、あ、同盟のさ、なんかも伐木基地とかさ、そういうのが別にあるわけじゃないから、ホタテでもいいのかなって思うけど、なんかせっかくならここを全部青の愛小路領地に染めたいなって思ったんですよ。なんかどっちみちこのさ、ここのお三方の領地をさ広げられることってもう不可能じゃん。だからもう倒してあげた方がいいのかなと思って思ってるんですよ。そう、なんかもうどうしてあげた方がいいのかなっていう思いになってるんですけど、まあでももうちょっと覚悟が決まったら倒したいと思います。で、あと一つね、この間やろうとしてできなかったハンティングアンペーって、ハンティングアンペーで、これをやってみたいなと思いまして、今が8時半過ぎなので8時4分後のさ8時35分どうですか？ちょっと試しにやってみます。どういうものなのか分かんなくて、だからやってみる。こんばんは。そう、20時35分レベル1を試しにやってみます。今から11時32になってんだよね。なんか時間帯どうしたらいいの？
8時35分って設定したけど UTC プラス 9時間で計算。あ、OK。11時35でいい。あ、OKOK、分かった。じゃあこれね、何これ。ということ40分。これでどうってことは、あと7分後、7分後ですかね。7分後になります。多分。え、なんかみんな集まってんだけど、何ちょっと待って、気づかんかった。みんながおる。そう、あと7分後に始めようと思います。お願いしまーすね。これどうなるんですか、うん、これ何事ですか、これこれやったらどうなるの。いろいろ集まってきた。さてさて、今オンラインしているファンの皆さんをチェックしていこうかな。R4 の皆さんは、おすごいですね。あ、オンラインのメンバー今49人も。ありがとうございます、素晴らしい。すごいすごい。オンライン警察ありがとうございます。続々と集まってきた。ちょっとその間にガチャを引くよ。じゃ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 、くんくんくん、みちん、うんふん、わただわただ、トゥ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 、わただわただ、トゥトゥトゥ、わたたた、おお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 お、へい、おおおおおお、トゥトゥトゥ、わただだ、おおおおおお、おおへい、おおおおおお、ふんふんふん、わだだだ、おお、いっぱいおる、すごい。めっちゃ地震波トラップの周りにたむろしてるすごい。私も
わ、すごい。まるで優しい。優しいムスカ、まるで人が宝石のようだ。ドドドドド、あ、あとハンティング安定で52秒、50秒、出現まで49秒、48秒、カウントダウンが始まった。あ、年越しそう。あ、年越し、年越すよみんな。 年は越さないけど、なんか年を越しそう。今から謎に木材収集しに行こうかな。やめよう、様子を見ます。なんか年越しの気分、大集合してる、まるで人が宝石のようだ。わてだわてだ、うわー、なんか気持ち悪いの来た。ラリー。何してるの？今 STU と Doomsday っていうゲームがコラボしてて、それをやってます。今手元にもう一つ端末を持ってて、え、待って、誰にこれさタップして参加したらいいの？そのゲームを配信中にやってるっていう状態でございます。なんか気持ち悪い怪獣が来たんだけど、たくさんラリーができてる。え、これ何、どうやってさ、原神集合じゃなくてよかった。これ誰に参加したらいいの？なんかみんなさ怪獣をさ観察してる。これみんなを、みんな怪獣を観察してるみたいになってるけど、でもとりあえず、とりあえず私は今誰だ、誰のラリーに参加してるんだ。オートラリー作成する、あ、無理だ、もう3グループみたいな出兵させてるから、あと3分後ぐらいに始まる。 OK、 分かった。みんながさラリーを開いてくれてるけど、私3グループあ3人のラリーにしか参加できてない。ごめんみんな、ありがとう、集結してもらったのに。
からちょっと撤収しましょう。これみんなでさ、うわーって倒すんかと思ったよね。どうやら違うっぽいですね。なんかこれ代表の方が何人かいて、別に現地集合じゃなくてよかったパターンですね。そうですね、ハイブマインドがたくさんある感じっぽいです。みんな現地集合してくれてありがとう。ちょっと帰っても大丈夫ですよ。帰っても大丈夫です。なんか誰かの、あれに参加してください、ラリーに。ちょっと行き帰りの往復の、そうですね、交通費は私が払いますので、誰かしらのラリーに参加してください。お、戦ってる、戦ってます。え、これあと2分30秒で倒せるのかな。お、戦っております。今頑張れみんな、頑張れ、私も今参戦してるよ、頑張れ。このなんかフフ粘土で作ったゴジラみたいな怪物を倒せ、頑張れ。でもあと1分40秒で倒さないといけないの、これ時間がないかも。でも今はお試しなので、こういうものだっていうのを理解しておいたらいいのかな。頑張れってことは、ラリーし続けて、ラリーし続けてください。いっぱいラリーするんだ。で、あと30秒。20秒。3、2、1。何これ、これ何のカウントダウンですか、これ何のカウントダウン。
え、何のカウントなんだ。あ、いっぱい来た。いっぱい来た。なんかバイク乗ってるうごうごしてる人もいる。面白い。頑張れみんな、倒せー、いけゴジラを倒せ。復活したアンペイでは最強になるぞ。どういうこと？どういうこと？え？なんか、え？倒れてないよ。まだやんなきゃいけないの？頑張ってる。ダースーさん、リフトさん、ジェームスさん、ウリンチャスさん、モピピさん、フミットさん、マナブンさん、ツガさん、マフェリアスさん、バキハくん、ツノちゃん、中室さん、が今名前で見える。頑張れー。すごみんなで倒しとる。ほら行けー、怪物を倒せー。てかめっちゃさ、あれじゃない？強くない？復活したアンペイでは最強になるぞ。ちょっと音ありで。うわ。めっちゃ強い。え、全然さ弱まらないじゃん。激戦。このさ、待って、このあのさ、この車、何この車、車でさ攻撃してるけどさ、これな、車おもろすぎる。これ車さ、なんかのさ衝撃波にぶつかってるだけじゃない？これ戦ってんの、この車。違う人に参加します。違う人に参加するぞ。お、I've been rescued。
みんな頑張ってます。ラリーをじゃあ止めたらいけませんね、これどん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 ラリーしていかないといけないってことか。洞窟って何？洞窟って。洞窟って何？全然倒れんやん。今ね、ゲームしてるんですよ。怪物を倒してるんですよ、みんなと一緒に。もう全然倒れなくて、頑張ってくれてる、みんなが。あ、このタイプはみんな洞窟に行ってたのね。向かっております。小島英子、洞窟へ向かっております。アンテールでルール。あと13分だって。地震波トラップを使用してアンテールをおびき寄せ。ハンティングを開始することができます。イベントが開始されると司令官は盟友を集結してアンペーデへの攻撃を開始することができます。イベント開催期間中にアンペーデを倒すと参加メンバーは報酬を受けることができます。アンペーデのレイジスキルにより舞台に破裂効果を加えます。破裂効果が25回スタックされるとターゲット舞台は瞬時に倒されます。アンペーデにダメージを与えてダメージポイントを獲得するとイベント終了後にポイントに応じて個人報酬を受け取ることができます。だそうですが、なんか進行中の時間があと11分46秒です。
さらに詳しく見れる。同盟はイベントを開始するために地震波トラップを建設しなければなりません。建設してる。同盟リーダーと R4 将校は即座にイベントを開始するか、イベントの時間を決めてメンバーにハンティングイベントに参加するように知らせることができます。イベント期間中にアンペーデを倒すと報酬がもらえる。同盟はアンペーデに対して瞬時に複数の集結を開始することができます。ほうほうほう。イベント期間中、地震波トラップの周辺にはランダムに秘密の洞窟が出現。偵察兵を派遣して洞窟を調査し報酬を獲得することができる。だそうです。あと10分。なんだと。ね、こういう感じなんだね。ハンティングアンペーデ。あと8分半あります。でもなんかポイントめっちゃ上がってる。ダメージ与えてる人のランキング出てない。あ、出てる出てる。え、すごい。みんなありがとうございます。私13位。え、すごい。つのちゃん、ダースーさん、ハイキーさんが今トップ3です。そういうことね。ポイントが高ければ高いほどもらえる報酬が増えるっていうことか。なるほど。だそうです。あと7分頑張りましょう。確かに地震波トラップにさ、家は近い方がいいね。これもう一つさ、地震波トラップ設定できないのかな。
いや、場所変えた方がいいんかな。でも変えれんかったんよね。あと6分20秒。頑張れーみんなー、頑張れー。なんか全然違うゾンビ倒してる人もいる。頑張れー、いけー、トゥントゥトゥン。あー、ヘタレたちよ、心で一丁走った未来が、一だけ愛。あ、洞窟？洞窟？いや、倒してる最中に洞窟が出てきたり、あとその倒したポイント数によって報酬の数とかが増えるっていうことですね。ちなみにあと5分です。もう混沌としています。戦場は混沌としていますよ。こんばんは。洞窟は取り合いになりますね。確かに、なんか10人しか行けれんもんね。あと4分半です。倒してます、みんな倒してます。頑張れー、頑張れー、頑張れー。ドゥーン、ドゥーン、ドゥルッドゥーン、ドゥーン、ドゥーン、ドゥルッドゥーン。洞窟の行き方がわからない。洞窟はなんかあのびっくりマークを押したら入れ、行けましたよ。確かに次は真ん中に地震波トラップ設定するのいいね。あ、私11位にいる今ランキング1位はつのちゃん、2位ダースーさん、3位ハイキーさん、4位カタカナのタカさん、5位ヨッシーさん、6位ズーちゃん、7位クジマスさん、8位岩川田さん、9位ウリンちゃん、10位モグモグさん、11位小島愛子、12位ジャボテンさん、13位ブンコジさん、14位フミットさん、15位セイキュマスさん、16位バキハくん、17位キノコのカッパさん、18位ハルさん、19位ツガさん、20位クジラちゃん。なんかこの地震波トラップを仕掛けて出てきた怪獣を倒しているうちに、なんかところどころ周辺でびっくりマークが出現するんですよ。それをタップして捜索って言ったら洞窟の中に入れました。でも確かにこれさ、このトラップに近い人の方がさ行きやすいから、それはランキングも上に上がったりラリー行きやすかったりするよね。そりゃそうだ。え、でもなんかみんながすごいたくさん、たくさん攻撃してくれてるから、これあと2分で終わりですね。洞窟が出現した時は、え、なんかね、周りにびっくりマークが出るからそれを見逃さないってだけかな。座標とかは特に出ない気がする。
こんばんは。あと1分で終わります。せーの、頑張れ頑張れ。あと40秒。あと30秒。洞窟は争奪戦で、これに近い人の方がラリーを打ちやすいということが判明しました。あと10秒。終わった。決済中って出てんだけど、どういうこと？決済中ってなに？え、なんかいっぱいもらえた。すごい。チューって出てる。あ、終わった。いろいろ報酬をもらいました。なるほどですね、こういうイベントなんですね。今チャットしました。今クールダウン中です。あ、そんなすぐにはできないんだね。なるほどね、了解了解です。強かったね。というわけで、地震波トラップのこれを使ってハンティングアンペーデをみんなとやってみました。だから結構やってみると、あ、こういうやつなのねっていうのが分かったので、よかったです。次は6日後とあと何時間かです。またやりましょう。お疲れ様でしたというわけで、このまま敵の同盟も攻撃やってみようかな。せっかく今いっぱいオンラインで参加してくれてるし。じゃあちょっと CSVN さんっていう方をこうラリー5分後にちょっとついでにこの勢いに任せてやってみようかなって
どうなるか分かんないけど、でも今日のこの配信でなんかいろいろ試してみたいなって思ってたので、ついでにどんなものかやってみます。はい、こんばんは。お通し。ね、すごいよくわからなかったけど、でも楽しかった。ありがとう。ハンティングアンペイで参加してくれていろいろあるね、やること。この今やったハンティングアンペーデをやって分かったことは、地震波トラップに近い人の方がラリーしに行きやすい、早く。で、洞窟っていうものがその攻撃してる間に何回か出てくる。で、その洞窟が枠が10個しかない。で、なんか怪物が強くなったらなんかゼロにはならないでもポイントが高ければ高いほど報酬もらえる、報酬の数が増える、こういった感じですかね。で、あと現地集合はしなくていいっていうのが分かりましたね地震波トラップの周りに集まらなくても普通にハイブマインドみたいな感じでラリーできるっていう感覚で大丈夫そうですね。ありがとうございました。面白かったです。ちょっと時間がかかるけど面白かったですで、ラリーはラリーじゃなくても単独で、そうそうそう、攻撃できたね。だからもう出てきたらわーってとにかく何でも攻撃しまくればいいってことだね。怪物をおびき寄せて倒して報酬ゲットっていう流れですね。なるほどですね、わかりました。そんな難しくなかったね。楽しかった。というわけで、あと1分後にこのままの流れで他の近所の方をちょっと初攻撃してみます。近所のこの CSVN さんCSVN さんをちょっと倒してみます。あと20秒。CSVN さん、あなたをちょっと私は今からお試しで攻撃しようとしております。もしこの配信を見てるCSVN さんごめんなさい。あ、軍港中、あ、行軍中です。
ばんは。本当だ、移動してる。何味の氷？これはですね、レモン炭酸水を入れてます。キャー、敵の陣にやってきました。勝利したんだけど。え？一瞬で一瞬で勝ったんだけど。あれ？ CSVN の人逆に違う。一瞬で勝った。終わりました、戦闘が。今燃焼中です。なんかちょっと心が痛む。ごめんね、私のところに来ていいんだよ。愛子児童盟に来てくれてもいいんだよ。CSVN さん、どうすればいいんだろうね。燃焼中の間、ここに留まった方がいいのかな。でもなんか秒で勝ちましたね、近所の方に。
だったの。他の同盟の方も、いや今日はちょっとこの辺にしておきましょう。この辺でまたやるかもしれないけど。今日はこの方だけにしておきましょう。なんか心が痛むのでこの辺にしておきます。ゾンビには別に心痛まないけど、なんか同じようにゲームしてる人を反撃されてる？嘘。それは話が違う。あ、でも同盟の。同盟 CSVN 同盟の要塞を攻撃しましたってなってる。勝ちました、落としましたね。もしこの世界から公共が消えたら争うことなんかなくなるのに。レジにポツンと咲いてるその花、誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。こうから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば、愛は愛は見られる。もしこの世界から公共が消えたら、今私が倒してるのは CSVN さんです。違う方を倒さないように気をつけてください。あのめちゃくちゃ強い、同盟の方が上にいるんですけど、間違えてその方を潰さないように気をつけてください。あの花は誰のものは、このゲームをやってる時には歌わないようにしましょう。これはあくまでゲームです。これはゲームでございます。
CSVN さんじゃないところが燃えてるのが、なんで燃えてるんだなんで燃えてるのだ、なんで燃えてるの。 CSVN さん以外を燃やしている、これ燃やしていいの、この同盟の方。やめてあげて。わかんない、私はわかんないけど、あ、CSVN さんが他のところを燃やしてる、あ、そういうことか、なるほどね。なんかさ、待ってなっちゃんのところのどなたかが見に来てるんだけど、この燃やしてる姿をあ、今動いた、どなたか 見てますなんか見てに来てる、様子を見に来てる。見学してる。まあ、でも敵を攻撃するとこういうことになるんだなっていうのが分かりました。皆さんありがとうございます。引き続きこの隣の引き続きこの隣の方をちょっと落とせるようにプレイしてみます。なので皆さんも引き続きこの方を、この方に、この方を落としましょう。続きですと1時間半も配信したのでこの辺で終わりたいと思います。では13位ダイソンさん、12位マックスさん、11位ハルキングさん、10位ヘリアンさん、9位キノコのカパパさん、8位青鷹さん、7位キヨさん、6位ウリンちゃん、5位カタカナのタカさん、4位ソリオさん、3位ジャボテンさん、2位クジマスさん、1位ガントチャートさん、ありがとうございました。それではまたちょっと引き続きゲームはやります。今日はいろいろ配信で試せてよかったです。ありがとうございました。おやすみなさーい。